扇風機を使って背景ポートレート撮影して画角変更レタッチ、今回はこれをやります。扇風機を使ってみたいと思います。家庭用の扇風機です。 α7-3 に 85mm1.8 という非常にソニーとしては安いレンズですが、なかなかねこれいい写真が撮れるんですよ。これで撮ってみたいと思います。こんにちは、番組を見ていただきありがとうございます。ボンジュールフォトチャンネルでは写真や映像に関する番組を配信しています。皆様のお役に立てたら嬉しいです。番組が気に入っていただけたらまだの方はチャンネル登録や、コメントしづらいかもしれませんがコメントでいろいろ教えてくださいね。お待ちしています。今回のモデルはリコさんです。背景も衣装も白、モデルさんも色白美人さんです。皆さんのご家庭にもある扇風機を使って風に髪をなびかせてポートレート撮影します。こうなってる。ライティングはですね、左から自然光です。画面右上から 80cm 円形ソフトボックスに LED 電球光をディフューズして柔らかくモデルさんに当てています。さらにカメラの縦横比は3対2ですが、上下を少しずつカットするのではなくて、つまり画質を落とさないように16対9の画角にする簡単なやり方をフォトショップを使って紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。では背景なビフォー画像を画質を落とさないで16対9の画角に広げたアフター画像にしていきたいと思います。まずはロー現像から始めましょう。背景以外のものが映っているようなので、ここで修復しましょう。これをクリックして、ここをクリックします。するとここに削除、修復、コピースタンプとありますが、この場合は修復。ではなぞっていきます。はい、では基本補正からいきましょう。基本補正を開きます。ヒストグラムを見てください。これをこの辺りをこっち引っ張ってくるんですね。ここにバーができますから、はい、あとはここのスライダーで持っていきます。白ハイライト、白レベルも下げます。シャドウを上げます。色レベルも上げておきましょう。自然なサイドも少し上げます。次にカラーミキサー、ここです。ターゲット調整ツールというのを使って、ここに色が出てきますね。色相、サイド、輝度、輝度を使いますのでね、輝度を使ってますよということでやるわけです。軽くします。で唇も光らせます。唇赤を強くして、そして輝度で同じようにここ右へ持ってくると明るくなります。光らしましょう。はい、このようにその他の各色の輝度もスライダーで調整していきます。ご覧ください。もう一度基本補正に戻って、ここの色温度のところを少し下げて、透き取れな感じでブルーの方に持っていきます。そして色かぶりの補正、こんなもんですね。では OK を押します。はい、開きました。ではこれを自動コントラストかけて、次にフィルターからニクコレクションからエフェクスプロ4にプラグインします。このニクコレクションは大変便利ですよ。この中にあるグラマーグローというフィルターをかけてみたいと思います。グラマーグローはソフト効果と明るいところに輝きをプラスする効果があります。ポートレートでは定番のフィルターで私はよく使いますよ。今回は4つある効果の4番目を使いましょう。ここで輝きの量を減らせます。
右上のスライダーで輝きの量と色を補正しましょう。色もこれで触れます。はい、これでニックコレクションの編集は終わりです。 OK を押してフォトショップ編集画面に戻ります。このブレンディングは 70% ぐらいにして統合コントロールシフト E で統合です。はい、統合されたので、さあここから今回のポイントです。画質を落とさないで3対2の画角を16対9の画角の写真にしていきましょう。ではご覧ください。ここですね、クリックしてここの色を拾います。こちらにここを足すのでね、一番この端っこの色を拾います。はい、 OK をします。カラーピッカーでサンプルしました。そしてここの明るい方が上になっているのを反転させます。黒が上にきます。次に画角を16対9に指定します。でこれを引っ張っていくんですね。はい、16対9になりましたが、マウスを左クリックしたまま右へ移動させます。するとこのように背景が左右に広がりました。でここの境目ですが、ちょっと不自然になってますけれども、不自然にならないようにしていきたいと思います。塗りつぶしを使えばいいんですね。はい、そして編集から塗りつぶし、コンテンツに応じる 100% で OK です。チェック入れましょう。はい、すると、はい、ここが同化しましたね。次にこちら側ですね、ここの布がかぶってるところとここが不自然なので、同じように編集から塗りつぶし、コンテンツに応じる OK、 同化してくれました。問題ここですね。ここはですね、このブラシを使って塗っていきたいと思います。円形の丸ぼかし、この色、そして新規レイヤー作ります。ここに塗っていきます。はい、あと布のところです。ここはパーセンテージを少し減らして、境目はわからないように、これを統合します。レイヤー統合、はい、レイヤーを統合して画角を3対2から16対9に、画質を落とさないポートレート画像レタッチ完成です。ありがとうございました。リコさん、撮影モデルをありがとうございました。皆さん、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。今回はこれまで、次回動画配信をお楽しみに。ではまた、 See you again!